皆さん、こんにちは。瀬尾です。瀬尾順のレッツ話をお送りします。今日は通算で188回目です。前回、1999シーズンの話が終わりまして、次は2000シーズンに入るところなんですが、その前に特別編をお送りしたいと思います。皆さんは2005年に浦和レッズユースからトップに昇格した中村祐也選手をご存知でしょうか 優也選手は2007年まで3シーズン在籍しましたが、公式戦の出場は一度もありませんでした。今シーズンは5クラブ目となる関東2部リーグのアベントゥーラ川口に所属していますが、年が明けてから現役引退を決意して、5月14日に引退記念試合が行われました。その中村優也選手の話をさせてください。 彼は1986年、現在の埼玉県富士見野市、当時の上福岡市に生まれ、小学生時代は上福岡少年少女サッカークラブというチームに所属していました。当時埼玉県では毎年秋に埼玉県サッカー少年団大会という埼玉県サッカー協会が主催して、準決勝決勝が大宮サッカー場で行われるという権威のある少年サッカーの大会がありました。 1998年のその大会で優勝したのが今言った上福岡少年少女サッカークラブだったんですが、優也選手はそのチームのエースでした。もちろんチーム全体レベルが高かったんですが、特に優也選手の上手さには舌を巻きました。トップ下だと思いますが、フォワードをはじめ、周りへのパスのセンス、ドリブル、キープ力、どれをとっても群を抜いていました。本人に取材した時に、 この子は絶対にレッツのジュニアユースが獲得してほしいと思ったもんです。実際、加入が決まったことはすごく嬉しかったです。岩ーヤ選手のジュニアユース1年生、2年生の頃は、僕も育成への取材を日常的にすることはなかったんですね。何せ、1999年、そして2000年という時期、トップチームのことで精一杯でした。しかし、彼が中学3年生の時、 日本クラブユース選手権アンダー15大会でレッツジュニアユースが優勝しますその決勝には僕も J ビレッジまで取材に行きました彼はその大会で MVP に輝き日本代表監督のフィリップ・トリシエさんから表彰されましたちなみに雄也選手の同期には後に一緒にトップ昇格する大山俊介選手がいました翌年2002年はユースの高校1年生ですね 2人ともユースの A チームに入っていて夏の日本クラブユース選手権今度は安ー18大会で準優勝します残念ながら優勝ではないんですねそして翌年も同じ大会で準優勝します決勝の広島ユース戦僕も行ったんですがユーア選手頭に包帯を巻いて出場していましたそしてこの頃から彼は高校2年生でサテライトの試合に出場するようになります 確かこの年サテライトリーグが10試合あったと思うんですけどそのうち8試合に出たと思いますいける試合は僕もアウェイも含めて全部言っていたんですけどサテライトリーグでの優也選手は高校生を早めに経験を積ませるために起用するというレベルを超えて普通に戦力でしたポジションはトップ下だったと思います相手がプレスに来ても全く慌てずにキープでき 味方のフォワードにスルーパスを出す。試合によって、今日は優弥のチームだなと思うことがあ,ありました。これは来年高校生、高校3年生でトップ出場もあるんじゃないかと思わせてくれました。実際、大山俊介選手は2004年に高校3年生で J リーグデビューしていますもんね。しかし順調に見えた優弥選手のサッカー人生は、高校2年生で一旦足踏みしてしまいます。 高校2年の終わり頃、腰椎分離症を発症し、治療のために別メニューになります。だから高校3年生の時は、サテライトリーグはもちろん、ユースの試合にも出ていないんです。2005年、優也選手は大山選手と共に、レッズのトップに昇格します。怪我は治っていなかったんですが、クラブもその才能、素質を十分分分かっていたんですね。この年の新加入選手のうち、 遺跡で入ったのは仙台から西谷正也選手が入っただけでして、高卒年代の新人が6人でした。優也選手と大山選手、昇格組2人のほか藤枝東高校から赤星孝臣選手、前橋育英高校から細貝はじめ選手、東福岡高校から近藤哲史選手、関東第一高校から三ン選手。しかし優也選手は練習への合流はなく、 この年レッズは開幕前熊本県の大津町でキャンプを行ったんですが優也選手も帯同はしても毎日室内での練習というか別メニューでした約1年半の治療の会あって優也選手は2005年の後半サテライトリーグに出場できるまでに回復しますただ長いブランクの後ですからあの高校時代高校2年生時代に見た パフォーマンスにはなかなか戻らなかったようです。2006年、2007年もサテライトで多くの試合に出場します。僕の記憶に最も残っているのは、2007年8月5日、アウェーの大見 R.D. ディジャ戦です。ちなみにこの試合には、当時高校2年生の山田直樹選手、高橋俊樹選手、高校1年生の原口元気選手も出場していました。彼らのがむしゃらなプレーを見て、 優弥が高校2年の時はもっと余裕をかましてプレーしていたようなと思い出しましたただ記憶に残っているのはそういうことではなく優弥選手がこの試合でハットトリックするんですね6対0で大勝した試合なんですけども彼はボールタッチも多く本来の中村優弥に戻ったような気がしていました多分本人も手応えがあったんでしょうね何点目のゴールのとか忘れたんですけども ゴールを決めた後僕の方つまりカメラを見て笑うという当時の彼にしては珍しいリアクションをしてくれましたサテライトとはいえハットトリックしたんですから公式戦で試したっていいんじゃないかと思いましたけどもその願いは叶いませんでした2006年2007年といえば浦和レッズに日本代表選手元日本代表選手がいっぱいいる状態ですよ サイドを除いて攻撃的なポジションの選手だけでも、小野伸二選手、田中達也選手、長井雄一郎選手、長谷部誠選手、岡野正幸選手、それからロブソン・ポンテ選手、ワシントン選手、そうそうたる顔ぶれです。しかも、先発だけでは彼らをその使い切れないですから、ベンチにも彼らが控えてるんですね。紅白戦の B チームに入る機会もあまりなかったような、そんな状態でした。まあ、当時の列の目標は、 ACL で初優勝することそして J リーグで2連覇を果たすことですから若い選手を試すという余裕はなかなかなかったのかもしれません在籍3シーズン2007年をもって優哉選手はレッズを契約満了となります残念ながら彼が公式戦でプレーするのを見ることはありませんでしたただ違うユニフォームを着た優哉選手の試合は2度見ました 一度目は2010年4月3日、浦和レッズ対湘南ベルマーレ戦です。2008年に湘南に移籍した優也選手は200、2009年レギュラーとして湘南の J1 昇格に大きく貢献し、2010年湘南で J1 デビューを果たします。そしてこの日最下スタに凱旋しました。僕はもちろん嬉しくもあり、しかし残念でもありという複雑な心境でした。試合中優也選手の、 選手の写真を撮る余裕はあまりなくまあ、ただでさえ相手のフォワードを前から撮るっていうのは難しいんですけど僕の場合は、えー、止まった場所でしか撮ってないですからたまたま写ってるこういう写真しかありませんでしたまあ、唯一試合後に、えー、なんとか撮ったのがこれです次に彼のプレーを見たのは2015年の天皇杯4回戦熊谷で行われた町田ゼルビア戦ですその後 優谷選手は関東一部リーグの栃木シティフットボールクラブに一年間在籍し2020年関東二部リーグのアベントゥーラ川口に移籍します栃木シティもアベントゥーラも将来の J リーグ入りを目指すクラブですしかし今年明けてから自分の本来のプレーができなくなってきたと感じた優谷選手はそういう選手が上を目指すクラブでプレーすべきではない そう思って現役引退を決意しましまた引退記念試合は5月14日土曜日川口市の青木町公園陸上競技場で行われましたアベントゥーラの関東2部リーグ公式戦の後13時半から30分ハーフでした優也選手のチームは中村優也フレンズと称し上福岡少年少女サッカークラブレッズアカデミーのアマチュア時代を含めた 所属クラブのチームメイトで構成されたチームですアベントゥーラの現役選手が一人少ないハンデをつけて対戦相手になりましたもちろん J リーグの規約に基づく引退試合ではないんですが優也選手へのリスペクトによって実現した試合です引退試合ですし特にフォワードの選手ですから、えー、彼のゴールは必須ですね優、えー、也選手が1点取るまで少しハラハラしたんですけど開始6分に 見事なゴールを決めました。まずはホッとしました。味方はもちろん相手チームからの忖度もある試合なんですが、シュート自体はさすがにコースも威力も素晴らしかったです。ところで、中村裕也フレンズには裕也選手の次の年にレッツユースから昇格した西澤良也選手が西澤良也さんが参加していました。また、レッツジュニアユースとユース時代の同期で。 当時キャプテンを務めていたオビ・ユヤさんも駆けつけましたオビさんはレッツのクラブスタッフで現在はレッツランドで働いています試合は4対1でユウヤフレンズが勝ちましたがこの4点は全て彼自身が挙げたゴールです僕が見て圧巻だったのは4点目ですね終了間際に西澤ヨ也さんが左サイドを駆け上がりクロス逆サイドで待つユウヤ選手がダイレクトボレーを決めました 試合終了後のセレモニーで挨拶する彼の目,に目は赤くにじんでいました。仲間たちからの胴上げの時は気持ちよさそうでしたね。本人から話も聞くことができたんですけど長くなるので別のところで詳しく紹介します。ただここで2つだけ披露しておきたいと思います。まず彼は2005年レッツでプロになって以降サッカーに関してオンとオフの切り替えが苦手。 というよりオフという意識がなく試合や練習以外でもずっとオンだったと言いますずっと走っている感覚だったらしいです確かにサッカーに対する真面目さっていうのは僕も知っていたんですがそこまでとは分からなかったです今年現役引退を決めて感じたのはもう走らなくてもいいんだということだったと言います17年間かけ続けた優弥選手にお疲れ様 と言いたいですそれともう一つプロのキャリアを始めた浦和レッズでは公式戦出場がなく湘南でも町田でも中心選手として活躍した時期がありますそのことは僕何よりも残念なんですが本人はどう捉えているのか知りたかったんです本人によると2005年から2007年というレッズの歴史の中でも最もクオリティの高い選手がたくさんいた時代に在籍し そこで試合出場に挑戦したことは自分のその後のサッカー人生に大きく影響しているということでした改めて思います雄也選手がレッズに昇格するのが3年早いか3年遅かったら彼は活躍の場をレッズで見つけていたと思います逆に浦和レッズは中村雄也という素晴らしいプレーヤーを手放さなくてもよかったのではないか そう思う思んですね怪我のの要素もも大きながあったと思いますよただ2009年には J2 の湘南で44試合に出場して14点を挙げていたそれを思えばあと2年レッツが我慢していたらどうなっていたのかなそんなことを引退試合からの帰り道に考えました本人にとってはもちろん浦和レッズにとっても不運なタイミングだったのかもしれないですね。 現在、会社勤めをしながら、アベントゥーラの小学生の指導に当たっている中村祐也さんのセカンドライフに、幸